アーサー・ネビル・チェンバレンは、イギリスの政治家、実業家、首相。ナチス・ドイツに対する融和政策で知られる。バーミンガム市長や植民地大臣などを歴任したジョゼフ・チェンバレンを、父としてバーミンガムのサウスボーンで生まれる。外省時代にロカルノ条約を締結し、ノーベル平和賞を受賞したオースティン・チェンバレンは、イボアニに当たる。6歳の時に母親が死去した。 ラグビー校で教育を受け、さらにメイソンサイエンススクールでも学び、科学と野金学の学位を得て、卒業後は、監査法人に就職した。一方で、父ジョゼフが経営していた、イギリスの植民地のバハマの農園へ派遣され、そこで長く農園経営も行った。その後実業界で成功を収め、この時に得た名声を後ろ盾として1911年に生まれ育った。 バーミンガムの市議に立候補し当選した。そのわずか4年後の1915年には、父同様バーミンガム市長となる。第一次世界大戦終結間際の1918年に行われた選挙で保守党より立候補し、会議員となり、1923年から1937年にかけて保健大臣、財務大臣などの要職を務めた。 就任1937年5月28日に、スタンリー・ボールドウィンの後を受けて保守党党首を呼び、イギリス首相の座に就く。なお直前の5月12日には、新国王のジョージ6世が、退官式を行ったばかりであった。内政、資本家寄りとされる、保守党党首にもかかわらず、就任後すぐに、これまで政権が設けられていなかった女性や子供の、 労働時間に制限をかける法律を通過させたほか、有給休暇関連法や家賃統制など、労働者の権利を優先させる法律の制定に尽力した。外交ミュンヘン会談において、ベニート・ムッソリーニとアドルフ・ヒトラーと共に、ミュンヘン会談からの帰国後に会見する、チェンバレン・フランスを訪れた、チェンバレン当時、イギリスやフランスと、軍事増強と領土の拡大を進めるドイツ。 イタリアなどとの間で政治的緊張が増す中、チェンバレンがフランスのエデュアール・ダラディエと共にドイツのアドルフ・ヒトラーやイタリアのベニート・ムッソリーニに対して取った融和政策は1938年9月29日のミュンヘン会談において締結されたミュンヘン協定で頂点に達した。イギリスの一部やアメリカなどのその後の連合国から称賛されたこの融和政策により 結果的には第二次世界大戦の勃発が一年引き延ばされることになる。これはドイツの関心をソビエト連邦に向けさせる意味とイギリスの防備の時間稼ぎをする意味があったとされるが、ウィンストン・チャーチルはこれをこの期間にイギリスが軍備の近代化を進めたのは事実だが同時にドイツも軍備の強化を行いより強力な軍備を作り上げたと批判している。 なお当時の保守勢力の主流にとって、ソ連を頂点とする共産主義陣営や、彼らによる共産主義革命の誘発への警戒心は強かった。そこで、ヒトラー政権を抑えて、ソ連に付き入る隙を与えるよりは、大層の抑止力となることを期待したのである。イギリスが世界を賑わせたスペイン内戦に不介入で通したのも、介入すればそれが世界大戦の引き金になり、 ソ連を喜ばせるだけであるという判断があったからであるとされている。なおミュンヘン会談から帰国したチェンバレンを迎えたジョージ6世はチェンバレンにバッキンガム宮殿のバルコニーで国王夫妻と共に国民からの歓迎を受ける特権を与えた。国王と政治家の友好関係を大衆の前で見せるのは極めて例外的であり、王宮のバルコニーからの越見も 伝統的に王族のみに許される行為だった。しかし一連のチェンバレンによる融和政策はチャーチルが指摘したようにドイツに軍事力を増大させる時間的優位を与えたと同時に英仏が実力行使に出るという器具を拭えていなかったヒトラーに賭けに勝ったという自信を与え信仰を容認したという誤ったメッセージを送ったとして現在では 歴史研究家や軍事研究家から強く非難されている。特に1938年9月29日付で署名されたミュンヘン協定は、後年になり、第二次世界大戦勃発前の優和政策の典型とされ、近代における外交的判断の失敗の代表例として扱われている。第二次世界大戦1939年9月1日の ドイツ軍のポーランド侵攻と同日に中毒イギリス特命全権大使を通じてポーランドからの撤退を勧告した最後通告への返答がなかったことを受けて2日後の9月3日にチェンバレンもフランスのダラディエと共に対独宣戦線復刻を行った同日にダウニング街10番地の首相官邸からのラジオ演説を通じて イギリスと帝国の国民に対してドイツとの交渉決裂と戦争状態への突入を発表し、ここに第二次世界大戦が勃発した。開戦からしばらくは西部戦線の動きがほとんどなかったものの、チェンバレンは最前線のフランスに展開するイギリス海外派遣軍を視察するなどして英仏最高戦争評議会でフランスと軍事作戦を調整していた。しかし、 1940年4月にドイツ軍のノルウェー作戦の阻止に失敗、同年5月10日にこれまで大きな動きを見せなかったドイツ軍がベネルクス三国に侵攻の矛先を転じた。このような事態を受けてチェンバレンは5月10日に首相を辞任し、後継には軍人出身のウィンストン・チャーチルが就任して、保守党と共に労働党なども参加する。 巨国一致内閣が組織されることになった。この巨国一致内閣の組閣においてチェンバレンはチャーチルから会員内総務兼クルル省への就任を要請されたが、この人事に対して巨国一致内閣に参加した労働党のクレメント・アトリーが難色を示したため、チェンバレンはクルル省のみへの就任にとどまった。その後、ドイツのオランダやフランス占領やバトルオブ、 ブリテンなどにより、イギリスへの圧力が強まる中、体調が悪化したため1940年9月に閣僚から退いている。同年11月9日に大腸がんにより死去した。チャーチルは彼は性的であり、批評家であり、支持者であったと追悼演説を行った。1911年にアニーコールと結婚した。アニーの父は陸軍少佐ウィリアム・ウッティング。 コール、母は、国会議員の順断者クステファンド・ドビアーの命で、その相続人のメアリード・ドビアーであり、兄は、ニセチオピア皇帝事件などの様々ないたずらを仕掛けたことで知られるホレス・ドビアー・コールである。プラスモスカ、アニータ・ジェイブリテン、ポーランドザイ・イースタン・フロント、1939、ケンブリッジ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、239、 p184、isbn9780521529389、9, The Diary's of Sir, アレクサンドル・カドガン、19381945、エディテッド・バイ・デビッド・ディルックス、ロンドン、カッセル・アンド・シー・オー・リミテッド、1971、ピアニッシモ、218219、isbn0 から304937371、チャーチル、 ウィンストン、ザ・ヒストリー・オブ・ザ・セカンド・ワールド・ウォー、ブック、ツー・ザ・ギャザリング・ストーム、ザ・トワイライト・ウォー、セプテンバー・3、1939-0、1940、ロンドン、カッセル、P73、ナン。レプティ・ジャーナル、29マーチ1940、ウィンストン・チャーチル・著、佐藤良一役、第二次世界大戦に川出文庫、2001年7月、16ページ。 グラムリー・グレナン、トニー、テールズ・オブ・イングリッシュ・イクセントリックス、ピアニッシ百十11921、ISBN978 から0から9538,922から4から2、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、id、イコール TXS3 アガークバッジ&、ピコグラムイコール PA119。ありがとうございます。